短期間で一定の売り上げを取るっていうことを考えるんだったら百貨店に出すっていうのが正解だと思う。そこにもうガッとお金も人もかけるみたいな。熱血コンサル基礎産業。私は服のセレクトショップを関東で10店舗展開しております。これまでは自社でテナントを選んで出店をしていたのですが、今回百貨店からの出店依頼を受けて悩んでいるのですが、今回の新規出店には金融機関からの資金調達が必要です。これまでのような出店の仕方と新たに百貨店への出店というのは、どちらが金融機関から資金調達ができる可能性が高いのでしょうか。これは難しい質問じゃな。なんか最近3代目の質問のレベルが上がったような気がするのは俺だけなんかな。この人の場合でいくと、自社のセレクトショップの既存のその売上と成長の度合いをね、そこのデータから見てからその融資をするしないっていうところがあるから、ほぼ同じっていう考え方だ。10店舗出してるからね。これが逆に1店舗2店舗とかそんな感じだと百貨店の方が有利かなというふうに思うね。百貨店の集客状況っていうデータというか資料がもらえるんだよね。でその中からセレクトショップを出す場合にどのぐらいお客さんが来るよという理論値が大体わかるから、出店に伴う融資を受けやすいっていうのがあるのかなというふうに思う。ただね、セレクトショップだからね、セレクトショップは逆に商材とかそういうのにも左右されるからね。例えば俺とか3代目とかがさ、絶対着ないようなものって、だからみんなに認められないっていうの、絶対俺とか3代目がさ、ギャルの服とか見に行くことないじゃんか。だってだからみんなが買うようなものとかだったら全部の集客が見込めるじゃろ、顧客対象になるじゃろ。けど若い女の人しかそのやっぱ買わないっていうセレクトショップとかだったりとかすると、逆に出店したからといってみたいな。例えば大丸にさ、こうやって言っちゃあれじゃけど、ものすごいギャルの服を置いたからって言って多分来んと思うで。もっと極端なこと言っちゃおうか、熊本に知っとる3代目あの鶴屋ってのがある。あの鶴屋ランララン、鶴屋ランララン、ってやつよ。はいはいハイセンスってやつよ。ハイセンスのあそこにギャルの服を置いてところでみたいな、こんじゃろっていうのは絶対あるよ。そこ絶対見とるけね、銀行員って。じゃあそれってまさしどこで見てるのっていう質問、これはじゃあどこで調べるか。例えばまあ鶴屋だと難しいんだけど、大丸とかだといろんなとこ大丸あるでしょ。そういうところのそのお店のラインナップとか見るんだよね。でそこのそのセレクトショップが例えば何軒もあるっていうんだったら、生き延びれてるっていうことが仮説が立つんだよな。その仮説に対してまあ資金を打つっていう考え方になるかなというふうに思う。これはね、この話だけじゃないんだな。我らが水害と渋滞の町三原市が誇る例のパン屋さんがあるでしょ。あそこなんかもうあれだよね、工場作ったんだよな。で工場作るときにまあ言いそうだったね、あのカフェ作ったんだよね。でカフェ作るのにそんなカフェなんかやったことがないし、しかもあれ広島空港ってクソ田舎なんよ。クソ田舎の端っちょの方にそんななんか作ったところでこんな儲かるわけないじゃんかとかって最初みんな思っとった。だけどあることを見つけて、俺がこれを支店長に全部説明し、あこれいけるなってことになって融資が通ったっていう例がある。モチーフとなる店が分かったんだよ。三田市にあのパティシエエスコ山っていうのがあるんだよね。知っとるしょ、知っとると思うけどね。あのパティシエエスコ山をモチーフにそのお店ができたんだよね。どうもそこを建設する会社が言ってたから、そこから情報聞くんだよね。銀行員できる銀行員は聞くってから、できない銀行員は聞く機会すら与えられないんだけどね。だけどそれで俺聞いたから、パティシエエスコ山までわざわざ行ってきたよ。まさしはいちごのなんちゃらかんちゃらとかさ、プリンのいちごとかそんなんあるわけよ。めっちゃ濃厚なんよ、三代目知っとったね。なんかもうそれなんかさ、俺もいちごをま食べんじゃんか俺。それさ食ってもっていうのあるわけよ。でもなんかこれ何がうまいんかなとかごめんね思ったんだけど、小山ロールっていうのが有名なんだな。
小山ロールが主力商品。それを食べてもらいたいがために教室をやるんだよね。でそこにもみんな教室習いに来るの、お菓子作りを。でそこになんか醤油味のチョコレートとかさ、日本酒味のチョコレートとか売るんだよな。でそれをこう食べる。そしたらなんかやっぱ美味しいことでわーってまた人が集まってっていう循環になってんだよ。でこういう循環になってますってことで、売れてるお店をモチーフにこれですってことで支店長に、まあ、奇妙に見せてね。奇妙はね、なんかね、うんこ食べるまでうんこかどうか確認せんといけんような人なんよね、なんかね。だけどまあ、おじゃこれは間違いがないってことで融資したんだけどね。だからそういうのはある。だから広く見とるっていうのが言いたい。セレクトショップでもこれ10店舗あるから、何も慌ててその百貨店に出す必要がないかなというふうには思うんだけど、例えば梅田阪急とかね、ああいうとこだったらやったらいいかなというふうに思うんだけど、ちょっとそこら辺の百貨店、鶴屋とかそういうとこへ出すんだったらやめた方がいいかなという案件かなと、自分で出した方がいいかなというふうには思いますよね。百貨店で出す場合でいうと、どちらかというと自社に例えば集客力がなかったりというか、その百貨店の集客力に頼らざるを得ないっていう時にやっぱり出していくっていうことを考えた方がいいんでしょうか。まあそうなんだけどね、どう言って言ったらそういうネガティブな考え方じゃなくてポジティブに言ってほしいわけよ。百貨店を狙って出すんだったら梅田阪急から行くっていうのがやっぱり一番大事かな。梅田阪急を取っとけば、逆にその下の大丸とかそういったところはみんなうちもうちもっていう風に出してくるよね。依頼をかけてくると思うよね。だからそれなりのところに行かないといけない。これを世間では頂上作戦と言います。うちの会社だって頂上作戦取るもんな。他のコンサル会社ができんことを先にやるみたいな。全身全霊をかけてお金をかけてぶっ込むんだよ、そこへ。こうすると他のところがざーっとついてくるみたいな考え方だよね。まあ、頂上作戦とか一極集中させるっていうやり方なんですけども、これね、短期間で一定の売り上げを取るっていうことを考えるんだったら百貨店に出すっていうのが正解だと思う。3年で年商5億円ぐらい伸ばすとかね、例えばそういう話だったらありかなと思う。そこにもうガッとお金も人もかけるみたいな。これあれだよね、よく言う戦国時代の織田信長がさ、将軍の足利義昭を将軍にするっていう時にね、岐阜城からさ京都にこう出ていく時に六角氏っていうところが持ってた土地をさ、そこを攻めに行くわけよね。城がたくさんあったんだよ。けど信長はその一番堅固な大きいと言われる観音寺城だけを落として通っていったんだよ。そうするとあともう全部キノコ狩りするように、あとは時間を置いてこう取っていくみたいな考え方だよね。お金になるために一番効果がありそうなところに一点集中でお金をかけるっていうことが一番大事なんだろうというふうに思う。だからこの百貨店の出店自体っていうところもやっぱり今言ったところを見ながらもうちょっとこう精査していく必要があるかなというふうに思いますよね。じゃあこれはね、実際どうなのっていちいち分析するような話じゃないんよね。だけどちょっと聞いてほしいっていうような話でもあるんですよね。こういうのは安く聞くっていうのが一番なんですよね。安く聞けるっていうのがやっぱうちのグループコンサルなんですよね。毎月1万2000円かかるんですけども、5人職組のクラスと10人職組のクラスというのがありまして、資金調達をはじめ、まあ、6つのテーマに分けてクラス編成がしてあります。今110社ぐらいいるのかな？まあ200社ぐらいまで頑張ってやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それと別に、今うちの会社はやっぱりその資金繰りのチャンネルなんですね。資金調達したいとか資金繰りが苦しいとか、そういった人もたくさんいるんです。そういった方のために個別面談コースというのを用意しております。こちらは、30分4万8000円いただいてるんですけども、何がいいかというと、財務資料からなんかね、一通り見て対応します。うちが資金持ってんだよね。だから資金持ってるからここはこうしよう足をいうようなところを見ながら資金繰りを一時的にこう速攻性を持ってこう緩和していくってことができるので、こう人気なんだよね。30社から35社ぐらいいるのかな、大体。50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それと別にやっぱり最初無料相談がいいんですよ。やっぱそうは言ってもね、無料相談の場というのも設けておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。